はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は2021年3月3日から3月10日まで開催されていたターニングポイントについて振り返っていきたいと思います。はい、というわけでね、自分自身今回が初めてランキングイベントを走りました。で、結果の方がこちらです。累計ステージポイントが 2826万5732 ポイントで、ランキングね、6770位でした。まあ、なのでね、無事 H 前に入ることができました。で、右上見てもらったらわかると思うんですが、現在ね、今436エナジー所持しています。で、イベントを始めた段階で1237エナジーだったんで、まあ、801エナジーと。で、間違えてね、途中で30エナジーほどね受け取っちゃったんで、まあね、実際のところはね、だいたい830エナジーかな、830エナジー消費で、ランキング1枚以内に入ることができました。で、多分ね、普段のランキングイベントとかだと OB 自治 MS ランク役所をゲットするためにはね、だいたい1500エナジーぐらいかな必要と言われてるんですが、まあそこから考えるとね、今回結構緩いかなと思います。で、報酬の方が、まあこんな感じですね。まあ、今回はね、2枚にさえ入れれば、まあ、S ランク自治 OB 契約書がゲットできたっていう感じです。で、まあね、ちょっと200以降のねボーダーも見ていきたいなと思います。500位のボーダーが5623万4999ポイントと。で、1000位のボーダーが4134万8447。で、1枚のボーダーが2784万2940。で、2枚のボーダーが2399万6741と。ここまでが S ランク OB 自治務契約書です。で、3枚が15580万5349ポイント。ここまでが多分あれかな、 S ランク OB 契約書がゲットできるのかな、ランダムので。最後ね、5枚が891万4910ポイントと。で、2枚に入るには2399なんで、まあ大体2400万ですね。まあなので、2枚に入るには累計はね、大体7回ぐらいかな、まあ多分6.7とか8ぐらいだと思います。で、1枚に入るには今回だと累計8回分ぐらいかな、多分8回分ぐらい必要だと思います。まあ、ただね、1枚が2800万、2枚が2400万乗るかなと思ってたんですがね、両方ギリギリ乗らなかったっていう感じです。まあ OB 第5弾なんでね、まああと10日後ぐらいで3700が出るっていうところでね、走らなかった方多いんじゃないかなと思います。で、この1週間ね、まあ30エナジーだけの間違って受け取っちゃったんですが、まあこのね、累計報酬にもあるエナジーもどこからかな、60万か90万ぐらいから多分一切受け取ってなくて、あとね、デイリーミッションとかシナリオプレイ、あとは月曜挟んでるからリーグの報酬かなとかもね、一応ねエナジー受け取らずに、まあ、このようにね、貯めていました。どっから貯まってるかな、90万か90万から貯まってるっていう感じです。でね、さっきねちょっとねスタミナの関係でね、間違えてエージェントエースやっちゃったんで、まあね、今回受け取るのからマイナス5エナジーぐらいで、今回の場合の1週間のエナジーのねゲット数がわかるっていう感じです。で、まあ一応ね、今回のね、エナジーの消費数は831なんで、こっからね、どれだけ戻ってくるかですね。さあ、いくつ帰ってくるのか。ちょっと重い。215エナジー帰ってきましたね。まあただ、エージェントエースの5エナジーがあるんで、まあ実質210と。で、そこに30エナジーがあるんで、まあ、大体ね、591エナジーかな。まあ1週間を見ていくと、まあ大体ね、600エナジーぐらいマイナスだったかなと思います。まあなので、これで651エナジーと。あれですね、あと、ランキングのボーナスの50エナジーも入って、まあそれぐらいマイナスだったっていう感じです。まあこんな感じでね、初めてね S ランク自チーム契約書があるところまでね走りましたね。まあ、全然走ってこなかったんでね、まあ、今回ね、まあ緩いとは思いますが、初めて走れたのはね良かったかなと思います。それではね、最後この契約書開封して終わりたいなと思ったんですが、所持選手が満タンですね。ちょっと待っててください。はい、というわけでね、今回の動画でね、自チーム S ランク OB 契約書と自チーム A ランク OB 契約書ね、両方開けようかなと思ったんですが、まぁ、ちょっとね、枠がね、どうしても一枠しか開けれなくて、まぁ、岡田さん用にね、ランキング走りながら作った特訓のね、選手たちがね、まぁ、ちょっといっぱいありすぎるんで、まぁ、今回はね、S ランク自チーム OB 契約書のみの開封となります。それでは、岡田さん迎えに行って、この動画締めたいと思います。自チームはね、ちゃんと阪神です。それではね、岡田さん受け取りたいと思います。はいはい、というわけでね、今回初めてランキング走って S ランクね、スペシャルレアリティの S ランク自チームキャプション初めてゲットしました。またね、欲しい選手が来てね、ランキング走る機会あったら走りたいなと思います。それでは岡田さんです、ありがとうございます。よし、
そしたらね、育成して、まあ、撮影日はね今日3月10日なんでね、まあ、今日から来ているね、大会で使っていきたいなと思います。はい、というわけで今回は OB 第5弾で来ていたターニングポイントの振り返り、そして最後にそこのランキング報酬の自チーム S ランク OB 契約書から岡田さんゲットしました。いかがだったでしょうか。このチャンネルでは阪神重生を楽しむことをメインに追加選手の能力チェックやイベント解説の動画を上げていますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。ランキング1週間お疲れ様でしたと思ってくれる方はね、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね、1週間一緒に走ったよっていう方もね、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。